ちょっとね、今から、営業のね、日報をつけようと思ってて、これから。で、なんか詳しい人いたら教えてもらいたいんだよね。誰かいるかな？詳しい人。青色申告とかのさ、やつのために、日報をつけていこうと思ってて。そう、配信業の。そう、なんか作った方がいい項目とかがわかんないんだよ、自分で。それをやろうと思います。よろしくお願いします。おはよう。サイさんおはようございます。熊野郎さんおはようございます。エリチンさんおはようございます。どういう項目をつけていったらいいんだろう。なんか、確定申告とか詳しい人いる？今、スプレッドシートでそれをやっていこうかなと思ってるんだけど。よろしく。あ、見に来てくれてありがとう。バダツです。ツイッターに告知しようか。もう告知はしてると。じゃあ、まずやっていこうか。営業日報。営業日報と。で、テンプレートにしようかな。シートの名前を。テンプレートと。はい、ワード2、ユンおはよう。まず日付。軸はどうしようかな。縦軸が日付で横に書いていく感じでいいのかな。日付。日付。日付でしょ？それから、日付。日付。あとなんだろう。日付。アイテム。アイテム。日付縦軸。あ、違うか。ここは横軸か。日付。おはよう、ゆきさん。ふわっち。アイテム。売り上げでいいか。おはようございます。映像来てるよね。大丈夫だよね、みんな。YouTube は1ヶ月に1回入るからいいか。簿記で申告いる？ごめん、何言ってるか全然わかんないけど、具体、なんかもっとバカにわかるように教えてくんね。全然わかんねえわ。バカにわかるように教えてください。複式簿記で何なの？ それはどうすればいいの、俺は。よくわかんないんだけど。どういうこと？
バカにも分かるように教えて。えい、ワード2。はな、はやまるさん、ワード2。ごめんなさい、バカにも分かるように教えてください。ふわちフォロワー、えいワード2。エリナさん、おはよう。まだ見えるかな。もう文字読めない。こんな感じだと見づらいかな。ツイッターのフォロワー、資産の借り入れもいります。資産や借り入れ。具体的に何を記録していけばいいの？こんな感じかな。必要なのは。配信機材と旅費は経費。なるほど、経費か。経費のさ、項目って何をつけていけばいいの？例えば、交通費は経費だよね。そのね、青色申告の経費の計上がどこまでできるのかっていうのが分かんないんだもんね。例えばその配信機材はもちろん経費で落ちるの分かってんの。パソコンとかウェブカメとか。だからその基本的な項目ってどこを見たら載ってるのかな。なんて言えばいいんだろう。ちょっと難しいんだけど。その経費も、その交通、なんかその一覧みたいな、その用紙が欲しいよね。あの青色申告の用紙どっか行っちゃったんだよね。どっかにテンプレート載ってるかな。なんか音聞こえる。ん？誰か外で騒いでる？なんだ？まあいいや。経費ってどこまで落ちるんだろうな。交通費。家賃って自宅の家賃半分まで落とせるんだっけ？誰か知ってる人いる？なんだろう、経費の項目、青色申告とかで検索しようか。あ、青色申告、経費、7年間の保存義務がある。経費に用意できるもの。どんな経費？仕事に必要な機材や消耗品はすべて経費。消耗品、品費。基本、パソコン関連商品やオフィス備品などですが、基本的に10万未満、もしくは使用可能期間1年未満のものは消耗品になる。
交通費は領収書をもらえないから経費にできないと思ってる。俺を信票として必要経費に計算。ああ。え、交通費は経費にできるでしょ。うん。領収書も必要ない伝票の作り方。いくらまで、フリーランス、半分、取引先との打ち合わせ代も経費で落ちる。コメント止まったけどさ、なんか放送のバグではないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。あー、ダメだ、全然わかんねえわ。やっぱ本買わないとダメかな、これ。コメント見えてる？大丈夫？画像見えてるよね。バグってないよね。コメント止まってるだけだよね。段ボール箱とか商品の梱包発送費用、郵送手数料。うん、なんだ、コメント止まってんな。大丈夫？見えてる？みんな大丈夫？見えてる？大丈夫？あれ？アク取り直そうかな。見えてる？大丈夫？あ、ありがとう。サンキュー。水道光熱費見えてる？うん。あ、やっぱ宿泊費も移動費も経費で落ちるね。通信費も落ちる。広告宣伝費、接待交際費。見えてる、うん、保険料も降りるんだ。大丈夫？修繕費、うん、消耗品、原価償却。これがよくわかんないんだな。原価償却費がよくわかんない。どうしようかな。経費の計上までやるとわけわかんなくなるな。ダメだ。頭悪いから無理だわ。あー、どうしよう。とりあえずじゃあ営業日報って形で管理していけばいいや。ふわっちの売り上げと、ステッカー販売の売り上げと、ふわっちのフォロワー数の上限、ツイッターのフォロワー数、YouTube。あとなんだ、Facebook かな。Facebook。Facebook。あと何やってるっけ？ LINE か。これくらいだけ管理しときゃいいかな。
これくらい管理しとけば大丈夫か。で、1ヶ月ごとにやればいいか。寝れなかった。てかまだ納税してないのか。してますよ。してるんすけどよくわかんないんすよ。前はその売上だけを申告してたんだけど、その領収書とかもちゃんと取ってるようにはしてるんすよ。ただどこまでが経費で落ちるのかわかんなくて、交通費は落ちるとかだけど、交通費をどこに入れるとか、そのなんとか費とかいうのがわかんなくて、うん。で、今月末、要は今年から生活保護抜けてるから、ちゃんとやらないと、僕大変なことになるんですよ。あ、それで困ってるんですよね。例えばその売上に対して何パーセント経費が OK なのかとか、そういうのも全然わかんないんですよ。どうすればいいんだろう。うん。誰かに相談したいよな。何をメモっておけばいいのかわかんない。とりあえず、その領収書、領収書をノリで貼ってこうかな。そっちの方がいい気がしてきた。そう、何をメモっておけばいいのかわかんない。その、要はエクセルとかにデータ上にしとけば後で書類は作れるじゃないですか。もう時間に追われる人間だから会計士税理士雇ったらよいよ絶対。いくらぐらいかかるんですか？そうなんですよ。もう忙しくて何にもできないんですよ。ちょっと相談にしよう。ちょっと待って、これやめるわ。相談に切り替えるわ。本当に困ってて今。マジで、年間どれくらいかかるのかわかんないんですよね。で、その、どこまでが許されるのかとか、何をやっとけばいいのか。とりあえず、領収書とか全部もう、ファイリングしてあるんですよ。こうやって。全部。これでいいんですよね。こういう風に領収書を貼って取っときゃいいんでしょ？ 7 年間保持するって。あ、月1万5千、高えな。そんなかかんの？とりあえず俺はこれをやっとけばいいんでしょ？領収書全部取っとけばいいんでしょ？それはね、ちょっと難しいよ。1万5千円は無理だよ。そんなかかるんだ。あ、何事も金だな、ほんと。マジか。マジか。いや、あのね、経費がめちゃめちゃかかってるから、年間10万か。飲食とかの領収書は誰とどういった理由で使ったとかメモしておくといい。それはさ、例えば、ここにこうやって貼るじゃん。ここに殴り書きしておけばいいの？矢印とか入れて。ここは誰と誰って、ここに書いていいの？この空いてる紙のスペース。要はこういう風に取っておいてはいるんだけど書いてないのよ。こう矢印入れて書いとけばいいの、メモ。どうすればいいんだろう。1万5千円か、
単発で頼むとかが一番いいんだけどな。マジか。まあそうだよな、何事も金かかるよな。っていうかリスナーさんにいたんだけどな、全士どうせならその人に頼もうかな。俺は申告時ゴミ袋にしこたま貯めた領収書をパッと持ってく。あー、貼り付ける必要はない。ね、でもね、ファイリングしておくのに便利なんだよ。でも貼り付ける時間もバカみたいにかかるからな。え、一応貼り付けておくわ俺。一応ファイリングはしよう、貼ってあるならそこでも、領収書裏とかでもいいんだ。あ、ジップロックでいい、調査では不要。要はさ、これってさ、なんで取っとけってさ、要はその税務署からつつかれた時に見せてって言われる時でしょ。要は丸さが入った時でしょ。あんたちょっとずれてる可能性あるから見せてって言われた時に出せるようにしときゃいいってことでしょ。東京ですね。で、要はジップロックに入ってても何でも向こうがやってくれるんでしょ、勝手に調べてって。うち後ろめたいことないからって。で、向こうが勝手にペラ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 チェックするってことでしょ。じゃあまあファイリングはしとくわ。一応別に全部ちゃんと脱税する気はないから、俺は。全然普通に申告するから。結構めんどくさいね。例えばなんだけど、ここの事務所のこのソファーからこっち、要は部屋の半分を事務所スペースで使ってるわけじゃん、俺は配信で。で、向こうは完全にプライベートなんだけど、それって半分落ちるの、家賃、光熱費とか経費で。要はここを事務所、半分事務所に使ってるんだけど、落ちるのかな。落ちるんだ。ただ全額は落ちないんだよね。あ、落ちるんだ。あー、よかったよかった。あー、落ちるんだ。一応帳簿をつけることを義務付けられてますけど、3年保管、家賃の何パーセントか決まってますよ。確かね、半分まで落ちる。要はね、部屋のスペースをどれくらい占拠してるかなんだって。全額は落ちないはず。あの、生活スペースだから。確か、その、平米の割合で出すのが普通らしい。それは調べたんだよね。あと、なんだろう。あと知りたいのが、じゃあ、例えば、30万稼ぎました、今月。で、コストに、25万かかりました。これって通るの？これって通るの？要は売上5万、利益が5万しか残りませんでした。要は25万の経費、項目以内だったらちゃんと通るの？例えばその旅配信とかって、あのめちゃめちゃ金かかるの、ホテル代とか、あの交通費とかで。だから利益がほんと5万しか残んないってことあり得るんだよ、マジで。それは通るの？あ、なるほどなるほど、通るんだ。要はその項目利用の意図、なんて言う、日本語は出てこないな。ちゃんとしっかりしてたら通るんだ、書類とかを残してれば。あ、オッケーオッケー、ならいいや。それは全部取っといてんのよ、もう。あ、もう領収書だらけなのよ。旅配信だけどこんなことになってんのよ、これ。やばくない？交通費だの、なんだの。やばいっしょ、これ。いや、マイナスの月もあるよ、もちろん。だって、捨て頃の時なんかさ、じゃあ質問ね、他の質問。捨て頃でグローブを買いました。捨て頃のイベント。これ、落ちるよね。これは必要経費だよね、どう考えても。捨て頃で買ったウェア。スネ当て。これは落ちるよね。あ、よかったよかったよかった。あ、よかったよかった。OK。ちゃんと領収書取ってた。事業登録の、名目は、ちょっと待って。事業登録はね、ちょっと待って。
あれどこ行ったっけ、こっちじゃない、ね、税理士に頼んだ方が楽だね。ああ、うん、俺も思った。インターネット配信サイトでのタレント業、飲食店職業インターネットサービス、インターネット配信のタレント業になってる2人以上の食事も落ちる。あー、1人はダメなんだ。あー、まあまあ食事は団体の時は取ってる。全部落ちそう。え、何全部落ちそうって。あータレントならかなりの分。そうそうそう、なんでタレントで落とせって言われたかっていうと、その例えばコスプレとかあるじゃん、バカみたいな。要はその捨て頃の防具とかグローブとかって普通の授業じゃ落ちないはずなんだけど、あれが落ちるようになる。要は衣装代とかそういうので落ちるから。そう、イベンターだから、イベンターで登録しときなさいって言われたの。そう、普通だったらウェアとかそれ私服だろうとか言われちゃうんだけど、いや違う、タレントだからこういうのでこういうのでって証拠出せるじゃん。基本落ちない経費はない。なるほど。要はあれでしょ、俺が私生活で使ってる食い物とかを落とすなよってことだよね。それで OK。 要は俺が普段食ってる弁当とかは落ちないだけでしょ、簡単に言ったら。合ってるよね、それで。要はプライベートとかで明らかに買ったこういう服とかは落ちないけど、旅先で必要だったこういうリュックとかは必要経費。ウェブカメラとかハンディカムとかも必要経費だよね。うん、オッケーオッケー。美容代か。ああ、なるほど。配信中だったら落ちるんだ。それね、なんか気になってたの。要は、飯の企画をやって、飯雑をやって、たらさ、それで必要経費になるのか。そしたら俺飯雑コーナー毎日作るんだけどどう？飯雑コーナー作って、これいや必要経費なんだよって、こういう企画だからって言い張れば落ちるんだったら、俺毎日2回飯雑コーナー作れる、うん、ねえ。そしたら経費で飯を食い放題なわけでしょ、うん、ホリエモンが確かこれやってんだよね。ホリエモンがメルマガに食事のコーナー写真とやってるから、飯代を全部経費で落としてるっていう。全部落ちるんだ。専用なら全部、プライベートなら一部って感じだ。オッケーオッケー、だんだん分かってきた。じゃあさ、歌い手だって、俺歌い手だっつって、これも落ちるの？これも落ちるの？極端な話。いや、これは俺の弾き語りを楽しみにしてるファンがいるんだよって言い張ったら落ちるんかい。ガバガバじゃん。ガバガバすぎない？ちょっと。え、じゃあ逆に何が落ちないの？なんか事業家無敵じゃない？事業家 無敵でしょ、うん。今までは、だから極端な話、売り上げだけをもう申告してたの。要は、経費で、だからただ申告してただけなの。もうわかんないから。だけど、それじゃやばいっていうことに気づいたのよ。だってこんだけ落ちるってことはさ、節税になるじゃん。極論全部落ちんの。YouTuber 無敵だよね、本当にね。うん、すげえな。タレントで落ちないものほぼない。レシート保管してる、全部。こういう風に。だから、今年の分っていうの、うん、じゃないでやばいもん。ほら、ちょっと見づらいかもしれないけど、こうやって全部貼り付けて保管してる、うん、落としまくって丸さマークはあるんだ、うん、曖昧な部分はあるんだ。まあまあ別に普通に申告すればいいんだ。食毛はダメ、坂東さんじゃんでも俺さ、坂東さんの場合は俺 OK だと思うんだけど、どう思う？だって人タレントじゃん。見た目的に植毛は大事じゃない？俺、あれはかわいそうだった気がするんだけど。だから事業主は。ちょっと、下水話していいっすか？ちょっとだけ下水話してもいい？みんな。
下水話してもいい？下水話していいっすか？下水話聞いてくれる？いい？ちょっと下水話なんだけど。いい？下水話。ありがとう。仮にだよ。今俺がそういう状況じゃないよ。仮にの話だよ。OK。仮になんだけど、例えばなんだよ。未来、遠い未来の話なんだけど、例えば、俺が今今月、50万稼いでました。例えばね、例えば俺の収入が今月50万円前後でした。法人化した方がいい？個人事業主の方がいい？どっち？仮にの話ね。仮にの話。俺が今月50万稼いでたら、法人化した方がいいのか、個人事業主のままの方がいいのか、どっち？個人で OK。OK、わかった。じゃあ法人化しない。ありがとう。ありがとう、ありがとう。OK、ありがとう。OK です。OK、ありがとう。風船ありがとう。3000万円まではする必要ない。OK、ありがとう。みんな。個人ね。OK、ありがとう。サンキュー。年収3000万円？それは3000万円の利益ってこと？売り上げが3000万、それとも利益が3000万残るってこと？雇用しない。雇用しない。あ、まあいいや、めんどくせえな。年商か。年商3000万超えない、都内で億単位儲けてるとロックオンされるけど、それ以下相手にされないから大丈夫。はあ、OKOK。 まあそりゃそうだよな。700万が目安って言われてる、埼玉では。俺が聞いたのは、50万超えたら法人化した方がいいんじゃんって言われた。昔ね。10年ぐらい前。それで法人化したの。もう月50万稼いじゃったから、法人化した方がいいんじゃんって言われて。それで法人化したのよ。なるほど。OK。わかった。じゃあ、あと何が必要かな。そうなんだよね。みんな個人事業、フリーランスでやってる人多いから、うちのリスナー。助かるんだよね、こういう時。あと聞いといた方がいいのは、都内は税務署で儲かってない子はうるさい。大丈夫だよ、新宿区だもん。暇じゃないよ。まあそうだろうね。いちいち丸さが入ってもしょうがないレベルでしょ。配信会でそんな稼いでるやついないよ。アイラぐらいだよ、アイラぐらい。俺は全然クリーンにやってるから大丈夫よ。いや、個人でも全然口座持ってるよ、俺。個人事業用の口座持ってるから大丈夫。なるほど、なるほど。じゃあ、個人でやっていくか。もう一個質問。給料、俺から誰かに給料を渡すとき、少額なんだけど、給料を渡すときっていうのは、給料として渡した方がいいのか、仕事を個人の人に依頼する形で渡した方がいいのか、どっちの方がいい？例えば、動画編集をしてくれてる人に、1万5千円とか3万円とか渡すとすんじゃん。1ヶ月に。そしたら、個人事業主同士として、クライアントとして渡すべきなのか、それとも給料として渡すべきなのか、どっちがいいの？どっちなんだろう。まあ、そうだよね。1000万以下は取れっこないもんね。1000万の中から何百万取るかって話もね。そう、雇用と委託の問題。どっちの方がいいのかな、これって。外注費の方がいい？要は、委託ってことの方がいいの？フリーランスの人にお金を渡すっていうこと？給料？どっちだ？どっちの方がいいんだろう？少額なんだけど。いや、契約、これから結ぶんだけど、どうすればいいかな？白じゃなくてね、青でやるよ。
後々ずっと続くか。フリーランスって形で、要は外注する形にすればいいのか。それが一番クリーンだよね。毎月なら給与。銀行からの信用目当てなら雇用の方がいい。そこなんだよね。ゆくゆくは法人化とかもしていきたいと思ってるんだよね。源泉とかややこしくなるよね。委託か請負の方が楽だよね、書類上は。じゃあ外注費にしとくわ。外注費に。ありがとう。俺も今、信用の問題つけるよりも楽した方が、めんどくさくはないよね。年にって何すか？年にって何だろう。年に。年には。まあいいや、外注費にするわ。じゃあ。申告と融資系、年2回の面接。何の話ですか、それ。なおさん、今電話できます？ LINE 通話できます？ごめん、俺がアスペで、全然何言ってるかわかんないから、会話の方がわかりやすい。雇用にしちゃうと辞めさせるのに2倍給料いる。ダメ、無理無理、そんな払えない。じゃあ、給料無理や、雇用は無理だわ。なおさん、LINE で通話ってできます？めんどくさいか。寝るもんね。朝だもんね、今。恐ろしいの、国税じゃなくて市民税、区民税、国税が0円でも来る。なるほど。てか、フリーランス無敵だな。何でも経費で落ちるってすげえな。いや、家族雇用してとか使える？いや、家族はいないから、いいや、それは。あ、もう仕事なんですね。早えな。寝るわ、寝る準備するわ、つって4時間後にはもう仕事してるのか。大変ですね。あ、じゃあ大丈夫です、なおさん。ありがとう。なるほど。雇用契約はしない。今の話で。要は、退職とかするときとか、お金が倍かかったりとか、契約上の源泉徴収とか、俺そんな暇ないから。それはやめとく。今、事業拡大とかじゃなくて、そんな余裕俺にはない。だから、フリーランスとしてやったもの、外注契約、外注っていう形にするわ。それが一番いいわ。なるほど。いろいろ大変だな。忙しい、最近。忙しいよ。めんどくさいよな。ていうかさ、俺さ、役人が作る書類、なんであんなわかりづらく書くの？電気代とか項目作れよ。もう分かりきってんだから。なんとかなんとか費っていう難しい。わざとややこしくしてさ、頭いい人だけが得をするように作ってるよね。いや、新しい仕事なんかしてないよ。ソープの姫が税金で捕まるのは車を買った時とか、蓄税関わるもんから。あ、大丈夫。俺免許持ってないから。そこまで稼いでないから大丈夫。家買う時相談するよ、みんなに。どうやって税金すればいい？何でもリスナーに相談したらみんなが答えくれるから。毎月の貸借対照表をつけると73万とか引いてもらえるから、頑張れそうだったからやった方が税金対策できる。ああ、ありがとう。でもね、バランスシートがよくわかんないんだよね。だって借り入れをすることがないの、俺。まず。まあ知ってる人が得するよね。勘定科目は適当だけど、
あ、まあそれでも通るのか。でも結構この前行った時詳しく教えてくれたけどね、おじさんが。その項目ここに書いて、その項目ここに書いてって、すごい丁寧に教えてくれた。時間結構かかったけど。エクセルかなんかにまとめておいたら便利かなと思って。大変だにゃ。でもね、俺は年収本当に1000万じゃない、年収1億狙ってるから、こういうのちゃんとやっておかないとダメだと思って。そのための勉強期間ですよ。本屋で本買うわ。青色申告。初めての青色申告を買いに行こう。おはよう。初見さんいらっしゃい。フォローよろしくお願いします。竹千さん、コメントありがとう。ココペリッコさん、おはよう。マイナンバーになってるから気をつけないと。だから気をつけてるからやってるんでしょ。 気をつけてるから始めてるんだよ。脱税とかする気ないもん、俺別に。税金払うべきもんは払えばいい。チャボお部屋を。新宿税理士会に相談したの無料でやってるから。なんかね、リスナーさんで行政書士だかなんだかっていう人がいたから、年収1億が俺の10年以内の目標。配信だけで年収1億が目標。なんか安くやってくれないか聞いてみるよ、今度コメントで。コメント来たら。そこだから、しかも職場。なんか月1万とかでやってって言って、ダメだっつったら他行くけど、そんな安くできねえよって言われたら、そう、なんかリスナー価格でやってってお願いしてみるのは無理。マイナンバー停止しなくてもどっちでもよくてめっちゃ怖かった。去年いらなかったよね、マイナンバー。今年から必要なんだ。てか俺マイナンバーどこやったんだろう。 俺マイナンバー紛失してるんだけど大丈夫かな。 やばくない？ていうかさ、マイナンバーと LINE がくっついたって本当なの、あれ。5回で2回入れられた税理士さん任せ。それって相当稼いでんじゃないの？部宅屋さんが。相当稼いでるからでしょ。俺そんな稼いでないもん。むしろ経費がかかりすぎて大変だよ。ステッカー代だけでも大変なんだから、俺。ステッカーのこの在庫。嘘。何が嘘なの？なんか、マイナンバーと LINE のサービスがくっついたみたいなので、なんか問題になってたよ。なんで LINE なんだみたいな。なんかそう、マイナンバーが普及しなさすぎて、なんか LINE となんかのサービス始まったんだよ。マイナンバーと LINE。なんだっけな。マイナンバー。マイナンバー。LINE。なんだっけな。LINE アプリとマイナンバー関連サービスの連携を発表。KDDI のプレゼンするキャンペーンを実施。なんだこれ？どこだ？なんかあったな。ステッカーは今現在、ステッカーの管理もしないと。ステッカーは今現在、販売開始して2ヶ月かな？ 2 ヶ月なんだけど、これくらい売れてます。これプラスアルファありますね。これくらい売れてます。すいません。こんな感じ。おかげさまでバカ売れです。ぼったくり価格なのに。っていうかもう全部自動でやってほしいんだけど、俺。もうちゃんと払うから、税金。なんかめんどくさいのが一番嫌だ。プラスアルファ売り上げがあるから計算しないと、それ。笑いが止まらないです。ありがとうございます。捨て頃バブル。捨て頃バブル。入ろうかな、共済とか。
れも幸せどこだ。あれバムフラッグじゃない。え、なんで勝手になくなってんの。あれバムフラッグがない。え、なんだよ。え、なんでなくなってんの。どこ行った。あー、ダメだ。今ダメだ。いや、雑談やるわ、後でやるわ。これめんどくさい。絶対配信者からステッカー買いたくない。札束、うん、もっと下水笑顔が欲しかった。いや、ありがたいです本当に、うん、あ、でもね、正直言うとね、プラマイゼロだよ、あの現時点では。売り上げがこう見えるからすごいと思ってるけど、あの、これ1束2束あんのね、このステッカーが。これで原価消却が終わったぐらいだよ。売れてるっつっても、これ1個作るの5万かかるから、5万かかるから。だから美味しいのはこっから売れた分は俺のお小遣いだから、これからです。原価消却が終わったぐらいです。だからそんなでもない。100万円、ステッカーで100万円ぐらい稼いでみてえな俺も、うん、でも投資してよかったなと思ってるよ。10万円分ぐらいステッカー作ったから、やっと10万円ぐらいはなったよ。そっか、やっぱ税理士さんに任せた方がいいか、儲けてきたら。なるほどね、大変ですな。そう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 、ヒカルくんは半年で350万円ステッカー代で売り上げ。e-tax 使ってない。使ってない。じゃあちょっとシール貼りおじさんになろう俺。領収書貼り貼りおじさんやるわ。領収書貼り貼りおじさん。領収書がたんまりあるからね。収入印紙っていくらから必要なんだっけ。収入印紙っていくらから必要なんだ。シールステッカーあるよ。あ、今あるかな、ちょっと待って。ただあれだよ、素材はめちゃめちゃいいよ、原価高いから。これ、うん、これがその売れてるシールですね、これ、うん、チョリッサおはよう、うん、シール屋さんですよ僕は。シール屋さん、1000円です。なかなか自分でも笑っちゃうぐらいふっかけてるんだけど、1000円です。はい。1枚1000円です。だから、1000枚売ったら100万円です。1000枚売って100万。高いでしょ？ぼったくりやから。もう堂々と言ってるもん。あの、高いっすよって。いいんすか？高いっすよって。やめた方がいいっすよって、うん、みんなだいたい500円とか700円とかだもんね。だって便所太郎さんに言われたもん、お前高えよって。
お前高えよって言われるぞって。高いよね、ちょっとやりすぎだよね。定款ヘルプヘルプでやれば間違いない。 OK、 ありがとう。そうなんだよ、こういう時生主やっててよかったなって。みんな優しく教えてくれるから、そこはすげえ助かるんだよね。生主特権ですよ。困った時はググらなくてもいいって、リスナーが全部教えてくれる。え、1枚2000円って誰？俺より高い人いたんだ。え、誰誰それ誰？そうそう、領収書誰それ。なんだこれ、ホテルか、ホテル代、領収書、今領収書整理する。これはなんだ？あ、これがステッカーだ。これいつだ、日付。誰？ステッカー1枚2000円って聞いたことないんだけど、俺。誰よ、それ。5万円以上か。5万以下は必要ないんだ。ツイキャスの配信者、あ、じゃあまあ1000円だったらまあ悪くないのか、まあまあいいんじゃんみたいな感じか。2000円か。俺はステッカー買ってくれた人は写真無料っていう特権な感じにしてる。田舎の暴走族、あー、わかる。パーケンとかね、懐かしいよね。2000円で俺買わされたわ、先輩のステッカー。懐かしいんだけど、思い出したわ、うん、懐かしい。領収書いっぱいあるな。めんどくて確定申告やってなさそうなパルパル、あいつアンチいっぱいいるからやばい。いやー、稼いでないよ、そんなにパルパル。正直。6000円で買わされた、マジで。たっか。パーケンだったらわかるけど、パーケン2万とか言われた時はさすがに先輩に文句言ったけど、やりすぎって言って、後輩全員で、切れた。パーケン2万10枚はやりすぎっつって。さすがにないよね。さすがにない。やりすぎ、うん、フレームですよ。SNTO パーティー5万、NPO 儲かってたよね、昔。なんか NPO で荒稼ぎしてる団体とかいっぱいあったよね。もう NPO ってだけでさ、なんか信頼失うみたいな。ただの脱税団体だろ、みたいな。これなんだろう。これダメ？ココイチのポークカレー弁当1個は、領収書これ落ちない？これ。ポークカレー弁当、クリコロ F チキンは、これ絶対落ちない。捨てていい？これ。テイクアウトって書いて、1名様って書いてあるけど。これダメ。これ 100% 落ちないやつでしょ。これ落ちんの？これ明らかに俺がただ弁当で食ったやつじゃん。これ落ちないでしょ。
会議費じゃないでしょ。ココイチだよ。ココイチ一人で利用した領収書だよ。まあ、じゃあ一応取っとくか。これ落ちるってすごいな。これ落ちないでしょ。まあいいや、一応取っとくか。税理士に頼もう。科目次第なんだ。すげえな。ガバガバだな。取っとこうか。落ちるか落ちないか決めるの俺じゃないからね。会議費は無理があるな。テイクアウトって書いてあるんだよ。テイクアウトで会議ってどういうことだよっていう。何でも貼っとこう。とりあえず取っとこう。ガス料金領収書。ガス料金。5月と、会議が昼なら大丈夫すごいな、何でもありだな。もうそれさ、頭のいいやつがよお金が集まるってわかるよね。その頭の悪いやつが搾取をされて、賢がどんどんお金が貯まっていくっていう世の中の構造、そう思わない？頭がいいやつが手元に金がどんどん集まってくる理由がわかるもん。こういうことやってると、こういうのきちんとさ、ちゃんと申告できる能力があるかどうかだよね。駐車場代っていうのも落ちる。これ完全にあの企画の時に車で移動したんだけど、駐車場代は落ちるよね。大丈夫だよね。これが落ちなかったら意味わかんねえもんな。落ちるよ。これなんだ。これタバコじゃねえか。タバコ落ちるわけねえだろ。タバコは落ちないよ。タバコは捨てました。タバコ落ちんの？嘘でしょ。トンコさんおはよう。タバコは落ちないでしょ。タバコ落ちるの？嘘でしょ。本当に言ってんの？雑費で落ちんのタバコ？嘘。じゃあ取っとくわ。え、お前ら嘘ついてない？マジで言ってんの？タバコってプライベートなものじゃないの？だんだんおちょくられてる気がしてきたんだけど。これはあれだ、パーキングだ。パーキングダメなやつは向こうが決める。俺は飲食住すべて経費で落としてるすげえなタバコを落としたことないけど接待費すげえな。ほんと落ちないよね。そうだよね。さすがにそれくらい俺わかるよ、うん、それくらいわかるよ、うん、これタイムズ駐車場、書籍代。あー接待費なんだ。何でもありだよね。だってさっきリスナーさんが名言言ってたもん。何が落ちないのって聞いたの。落ちるのが多すぎたから。要はホテル代とか交通費とか、要は旅配信で全部落ちると。え、じゃあ何、捨て頃のユニフォーム、落ちる落ちるって。じゃあ逆に落ちないの教えてって言ったら、そんなものないって言われたから。全部落ちるから大丈夫だよって言われた。名言だよね。全部落ちるから。全部落ちるってなんだよ。そう、自分の両親との戦いだよね。これはアマゾン、これ何の時だっけな、これ。あ、これはあれだ。ユニフォームだ。日付はいつだ。え、領収書に日付ないとかある？え？領収書に日付ないってどういうこと？え、どういうことこれ。
領収書に日付がない。なんだこれ。もういいや。自販機で買わず各レシートもらえる店で購入し、ああじゃあ落ちるんだろうねタバコ。すげえな。あれでしょ、クオカードとかさ、なんだっけ、だからさ、なんだっけ、昔さ、パスモとかスイカって50万円まで入れられたじゃん。パスモとかスイカ。あれって、なんだっけ、バカが、それを経費で落とすためらしいよね。だから2万円までしか落ちなくなったんだよね、確か。何？何これ？キャラのワードをタバコ吸う？あ、キャラクターだって。タバコを吸うキャラなんだって言ってね。めちゃめちゃだな、もう。無法地帯よ。日本。愛国さんおはようございます。無法地帯だわ。キャスバーの名刺が出てきたんだけど、これ経費で落ちる？キャスバーの名刺が出てきたんだけど、新宿発気軽に生放送ができれば、これは経費？この名刺は。ショップカードなんだけど。これ経費で落ちます？どう？これ取っといた方がいいかな？これは落ちないでしょう、さすがに。さすがにこれは無理だよな。落ちるかな？落ちない？そっか、じゃあこれ取っとこう。孔明のスタンプカードは？孔明のスタンプカード、これスタンプが溜まっていくと500円引きになるんだけど、これ経費で落ちる。まあいいや。いや、ショップカードだね。機材修理代。これは落ちるな。これは4月と。落ちない。4月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 。これはなんだ？ああ、懐かしい。松島の乗車券。これ落ちるかな？領収書じゃなくて乗車券だけど、これ取っといた方がいいよね。これ落ちるよね。証明になるよね。乗車券1500円。うん、これは落ちるでしょ。領収書じゃなくて、この切符の状態で乗車券なんだけど、これ落ちるよね。これ落ちなかったら意味わかんねえもんな。落ちる。意味わかんねえ。7個カードのチャージの領収書だけ出せば大丈夫。あー、すげえな、ガバガバだな。日本の税金とかってガバガバだよね、ほんと。取材費、旅費、交通費になるんだよな。取材費になるのかな。俺も多分交通費になるような気がするけど。あ、観光なんで遊覧船だから交通ではないか。うん、これどこだ。うん、これは高速バス交通費。領収書じゃないとダメなんだ。まあいいや、取っとこう。領収書じゃないとダメなんだね。うん、店の名前と日付はある、ある、大丈夫。うん、風船ありがとう。逆に店の名前と日付のない領収書ってどこに存在するのかっていうね。うん、これは何だろう。4月。あくまでも領収書じゃないとダメか。OK。4月。説明できれば手書きでもいいんだ。すげえな。でも俺この前カラオケ屋で領収書は出せませんって言われてびっくりしてブチ切れそうになったんだけど、捕まるよお前の店って言ってやったわ店員に。お前らアルバイトが知らねえだけで領収書出せない店なんかねえからっつってやったわ。交通機関によってはいらない。一応ね、交通機関電車でも何でも領収書はもらってる。
意外とカッチリ性とか髪染めのやつは落ちるんだ。まあそれは落ちるだろうね。美容室も落ちるでしょ。びっくりドンキー落ちる。赤いバッグ、赤いバッグはプライベートで買ったから領収書もらってない。あれは名刺だな。これいろんな領収書があるな。これなんだ、割引券か。水戸の割引券出てきた。これなんだ、もうよくわかんない。ショップカードとか名刺とかいらないんだ、懐かしい。犬吠埼のお寿司屋さんだ。伝票、出勤伝票安く買えるしあるといいかもね。出勤をすることってほとんどないんだよね。ステッカーの時ぐらいかな。あ、それは領収書か。俺が出す領収書か。でもステッカーの時にさ、領収書くださいなんていうリスナーさんいないかんね。聞いたことないでしょ。勉強になるよね。おい、ワード領収書出せよって言われたことないもん、俺。ステッカー支援で。うん。ね、面白いよね、こういうの。これも面白いと思うよ。ああ、そう。知らないことは罪っていうか、知らないことは自分が損するだけだよね。それはね、俺も本当に思う、毎回。知ってないと結局騙されるって言い方も変だけど、頭のいいやつがルールを作ってるから、あの要はルールに乗っかってやるっていうのはさ、法治国家のルールなわけじゃん。だけどルールを知らないのは俺らのせいじゃないよっていう、この強気な態度、なんて言えばいいんだろう、分かりる俺が言いたいこと。知らねえの、いや俺らはちゃんとルール作ってますよみたいな、ホームページに書いてありますよみたいなさ、なんかすごい、そのバカは騙されて損をするっていう時代だよね。それは本当に感じる。俺らのせいじゃないっていう雰囲気。生活保護を受けていて起業ってできるんですか？俺生活保護受けてないもんだって。ただ生活保護者が起業したらダメだってなったら違法だろうね。憲法違反だろうね、完全に。それってもう法治国家じゃないよ。北朝鮮だよ、それ。俺はもうそんな国嫌だね。これ何月何日だ。よし、じゃあ貼ってこうかな。実業ありき。ていうかさ、なんかたまにコメントさ、配信業なんてありませんっていう人いるじゃん。
わかる？配信料なんてありませんっていうさ、もう本当になんかかわいそうだなって思うよね。うん、あの仕事が何なのかっていうのを理解してない。何でも領収書必ずもらった方がいいね、事業用として。そうだね。ただ俺笑ったのが、解放が俺に会いに来た時に、俺が領収書集めてるの放送可愛いんだよ。解放が領収書集めてるわけじゃん。毎回その会計する時に領収書でワードくださいっつったら、解放がワドちゃんプレゼントがあるっつって、大量の領収書にワドって書いてあって、これワドちゃん役に立つんでしょう、全部あげるって言って、お前何言って、買い物するためにワドって書いて、お前領収書もらってたのって、うん1週間貯めたのって、これ使ってって言ったけど、それ思いっきり違法だからねって言って、すごくない？さすがにそれ全部捨てたけど、うん、もう解放のそのバカっぽいところと、ただその俺の役に立ちたいってところは嬉しかったけど、もうバカすぎるだろうと思って。しかもそれを配信で言ってるからね、うん。ジャーナリストみたいなもん、情報発信業。まあ、だからそれをどう捉えるかじゃん。もう職種が新しすぎるから。だから配信業は配信業だと思うけど。だけど、これを仕事じゃないと思ってるやつが本気でいるっていうのは俺はやばいと思ってるね。うん、だって、そいつ YouTuber は仕事じゃないって言ってたからね。あの仕事って何なのって聞いたもん。じゃあ芸能人も仕事じゃないのって言ったら、もうそいつピキっちゃってさ、それも仕事じゃないとか言い始めて、もうリスナーさんにフルボッコにされてたよ。じゃあお前にとって仕事って何なんだって。あ、サービス業だよね完全に。だからその雇用されることに慣れすぎてる人って怖いと思ったもん俺。もう毒されてるっていうかさ、もう普通の公務員とかサラリーマン以外認めないって、もう考え方が思考停止だよね。もう奴隷の発想っていうか。怖いよ。ジャーナリスト、ジャーナリスト、何なんだろう。俺は何だろう、芸人さんに近いと思ってるけど、タレントに近いと思ってるかな俺の感覚は。ああ収入があるたびに1割確実に預金、それん、そんな、それをさ、別に税務署に言われたくなくない？まあ、わかるよ。貯金しておきなさいよって、しておくといいよぐらいだったらわかるけど、なんでそんな国の役人にそんなね、自分の人の金のことまで傷つけられないといけないんだって。俺、言い方によってはすごい怒鳴るよ、多分。なんでおめえにそんなこと言われねえといけねえんだよ。俺の金は俺が勝手に決めるわ。2割貯金しようがね、貯金しまかろう、関係ねえだろ、お前に。エンターテイナーね。おはようもいらっしゃい。極論言えば、フジテレビ、TBS とか、同列の放送局。放送局に近いのはあれでしょ？ふわっちとかニコ生とか運営側でしょ？それは。個人はあくまで、局を持ってるわけじゃないじゃん。サイトで稼いでるわけじゃないから。っていうかね、個人事業をやってるとほぼ経費だから、残ったお金に税金かかるわけですよ。だから、年間20万とか30万とかだったら税金かかんないでしょ。手元にそんな残んないぜ。ねえ。要は、利益に対して税金がかかるわけよ。だけど、その、配信の機材とか高いじゃん。だから全然残らないんだよね。だから税金がかからない。住民税支払うから貯める。ああ、そういうことね。ちょっと待って。競馬でも揉めた。結局、税務署の判断。
だからそれは法の矛盾だよね、完全にね、うん、公益でギャンブルやってんのになんで経費で落ちねえんだ。だから競馬投資だって言ったんでしょ。まあ、ああいう裁判は面白いよね。ヘリクツのこね合いなわけじゃん。税務署側も国側も個人側もヘリクツの投資合いで、ひろゆきとかだったらどういう風にやるんだろうとか、ああいうなんか事例みたいなのは楽しいなと思うけど、うん、税引き前のお金をもらって使っちゃって税金払えなくなるのはあるあるネタ。あー、放送は放送法があるが、ネット配信は法律がない。だからネットってさ、面白いのがさ、あの、裁く法律って電話とかの法律なんだよね。インターネットって。まあ、そろそろ改正されるだろうけど、あの、通信法なんだよね、確か。これってだから放送って、みんなテレビとかの法律で裁かれると思ってるけど、違うんだよ。電話とかの法律なの。通信って電話だから、だから同じように見えて法律管轄が全然違うらしいよ、うん、いや俺今現段階ではあの会社は作らない方がいいってさっきアドバイス教わった。全員満場一致で今法人化するタイミングじゃないって。あのさっき教わった。要は稼ぎが少ない、年商3000万いったら死なって言われた。今はまだいいよ、1000万も超えてないから必要ないって、メリットがないって。利益ある、いや利益があるから法人化しないといけないなんて法律はないよ。めちゃくちゃでしょそれ。会社作るのも金かかるから。3000万ぐらいでしょ。俺3000万も年間稼いでないの。利益ないもん。余裕でないよ。1000万もいってないの。会社作るときは配信仲間とかな。いや、どうだろう。あんまり、多分リスナーさんと作るけど、会社は。初見さんいらっしゃい。コメントありがとうね。もしよかったらフォローしてください。和道です。白でよくない？だって青の方が税金優遇されるじゃん。控除の額がでかいんじゃなかったっけ？青の方が。俺前回青でやってるよ。確かそうだよね。控除される金額は青の方が多いよね。逆なの？いや、俺そういう風に聞いたんだけど。
青でやっちゃったよ、もう。一回青にしたらずっと青にしなきゃな。俺は全然青でいいよ。うん、え、逆なの？青の方が税金優遇されるんじゃなかったっけ？違うの？7、これか7か。7。7。9。税金の控除範囲が違う。へえ。全然税金払うよ。合ってるよね、俺が言ってんの。青の方がいいんだよね。でもさ、インターネットタレント業で法人作るのって結構無理があるぜ。俺一人でやってて。だって、そのアイテムとかステッカー販売とかでさ、収入立ってるわけじゃん。それで法人化するまで大変よ？結構。だったら個人でやってた方が良くない？まだ。それはあれだよ、ヒカキンみたいにさ、バーって稼いでるんならまだわかるよ。俺まだ駆け出しの配信者よ。ちょっと無理がないか、今法人化すんのは。いや、リスナーさんにね、税理士さんだか行政書士さんだかいたから、相談する、安くやってくんないかって。最近コメントないからあれだけど。え、合同会社嫌なんだけど俺。いや、登記とかで、なんだかんだ20万ぐらい、収入印紙だかなんだか、2、30万かかったよ。27万で作ったかな、前回。芸能人も結局事務所の方が有利なんだと思う。あ、だから、その、タレントとか抱える規模が大きくなったらそうだと思うよ。ただ、ピンでやってんだよ。だったら個人事務所っつってみんなフリーでさ、あれでやってるじゃん。なんつうの。個人事業主でやってるじゃん、個人事務所って。法人化するの大変よ。
でもさ、全く新しいジャンルじゃん、この配信業っていう業種っていうの。だから社会的に認知されるのかなって不安はあるよね。一部の配信者が言い張ってるだけじゃん。社会的認知はされないだろうね、多分。そうそう、利益が少ない、そうなの、そう。その話をさっきしてたな。ねえ、控除額全然違うもんね。あ、いるの、いるの。だから、最近コメントがないから、今度聞いてみる。安くやってくれってコメント来たら。月1万5千円とか2万円かかるんだって。ちょっとそれ無理よ。まだそこまで無理よ。そうそうそう。リスナーさんにサービス価格でやってくんねってお願いするのが一番いい。やっぱね、でも間に入ってもらって、ちゃんとその法律に詳しい人にやってもらった方がさ、ちゃんとハンコ押してもらえるから信用になるしね。第三者機関にお願いした方がいい。プロは持ちは持ちやだもんね。年間1万円で何度聞くの無料。へえ。個人でやってるのは税理士いらない。いや、時間がないのよ、もう本当に。忙しくて。だから、だったら、お金払って投げちゃった方がいいよってアドバイスもらったの。忙しいんだよ、本当に。なんか、配信者って暇だと思ってる人、本当に多いんだよ。めちゃめちゃ時間タイトだから。便所さんもそれ言ってた。配信者って忙しいんだよ、つって。分かってくれる人は分かってくれんのよ。そう、裏方やったことある人とか、そう、配信者と付き合ったことがあるとか、いや、配信者と関わってた人は分かるんだけど、意外と大変なんだよ。そうそう。だったら時間を金で買っちゃった方がいいんじゃないのっていう話？さっきのアドバイスは。あったあった。なんだっけ、あったかも。ガード下の手前のところね。なんだっけ、あそこまで行かないところね。なんだっけ、宗教団体あるじゃん、あそこの手前のところね。そうそうそう。いや、だから今は1万5千円節約して、要はもう1万5千円ぐらいで投げちゃえって思えるぐらい稼げばいいんだよね。そんな時間ないわ、つって。サイエントロジーの前、そう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 。前っていうか手前って意味ね。西新宿側って意味ね。いや、なんかやってくれるらしいよ、もう。バーッと出して。もう分けてくれるんだって。その、これは落ちる、これは落ちないって。で、入力してくれるんでしょ。で、その、まとめる、提出する帳簿みたいなものを作ってくれるんでしょ、多分。そういうことでしょ。年契約で、だってさ、1万、2万円だとしたら24万払うわけでしょ。なかなかじゃない。まあ、確かにこんな詐欺をずっとやらされる方が嫌だけど、俺は。そっちの方が辛いわな。
領収書すべて公開してもどうせ計算するの俺じゃん。お前ら悪用しかしねえだろ。知ってるんだよ。そんな無駄なことはしない。悪用しかされないよ。そうそうそう、経費の倍稼げばいいじゃんっていうね。だから今自分の稼ぐ能力と相談だよな、これは。まあでも嬉しい悩みだよな、よくよく考えてくると。稼げるようになった悩みだもんな。稼げなかったら別に悩む必要ないんだもん。嬉しい悩みだよ。贅沢だよ。よくよく考えたらね。前まで金がねえ金がねえっつってあんの。今はさ、税理士に金払っちゃおうかななんて言ってんだもんね。時給800円のパートさんに5時間ぐらいで1ヶ月分の領収書をまとめてもらったらいいんだよ。そのおばちゃんがだって知識がないと、どれをどの項目で、経費で落とすか書けないじゃん。で、俺がいちいち答えてたら800円払う意味なくない？領収書をただ貼るっていう作業じゃなくて、仕分けをするのよ。で、書類を作るの。うん、だから、専門知識がない人にお願いできない。そもそも。うん、会計ソフトってこと？ああ。おはよう、くるみさん。おはよう。会計ソフトか。クラウド便利だよね。そう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 。夢いすけさん、おはようございます。放送を仕事してるなら、機材費とか配信での食事代は経費になる。そう、全部教えてもらった。ていうかね、ポン吉ね、びっくりすることにいろいろ教わったんだけど、例えば配信で旅配信のリュックとかも経費で落ちるし、着てる服も落ちるし、捨て頃で買ったグローブとか全部落ちるよって言われた。だからその配信に携わるバッテリーとか、それを考えるとね、全部経費で落ちるんじゃねえかみたいな。それって全部経費になるんじゃないかって。だからさっき話したのは、もうだったら毎日2回飯雑のコーナーして経費だって言って、これは配信の企画ですって言って、そうだよね。俺もね、夢いすけさんに同意見だから、まあ税理士に頼むのありだと思うんだけど、本は一冊買う。うん、もう極端な話、経費で落ちないものないんじゃないかっていう話になってたの、さっき。ホリエモンがそれやってたんだよ。メールマガジンを売ってる時に、メールマガジンでその自分の食事をアップロードしてて、要は必要経費だっつって落ちるらしいんだよね。っていうのもメルマガのネタにしてたよ。だから頭のいい人は、その、得をする時代だよねっていう話してた。項目分け楽か。そうだよね、雇うとね。俺もそういうめんどくさいことは嫌だ。そうだよね、生き抜く力だよね、ある意味。まあ俺はめんどくさいからこういうの性分になってない。そうそうそう、部屋広くないでしょ、狭いでしょ。アナトモさんいらっしゃい。青色の場合、すべてに帳簿つけないといけないからめんどくさいですね。めんどくさいよね。
あ、それいいね。企画にするっていうね。それいいね。企画にする。こういう話ワクワクする？結構なんかみんな好きなんだね、こういう話ね。フリーランスのリスナーさんがいかに多いかっていう。まあそうだよな。平日の昼間に時間自由で見てるってことは社長業とかさ、フリーランスの人が多いんだよ。俺のリスナーは特に。だからこういう話は頼もしいよ、リスナー。俺に任せろって出てくるからね。この領収書にさ、こういうのやめてもらいたい。金の話好きだよね、リスナーさん。いくら儲けてるとかさ。なんで俺がいくら儲けてるか俺リスナーに言わないといけないんだよな。リスナーがいくら儲けてるか俺知らねえぞ。なんで配信者ばっかりさ、収入公開しろとかさ。おかしくね？お前らはさ、俺にさ、収入言わないくせにさ、なんで俺は全部見せろって言われないといけないんだな。すごい商売だよね。全部ネタにしろって。まあ、いや、ある意味正しいんだけど、ある意味正しいのは分かってるんだけど、うん、でしょ？収入言わないでしょ？匿名さん。なんで俺だけね、いくら稼いでんのって毎日のように聞かれないといけない。ふわっちでいくら稼いでるんですか？うるせえよ。ほっとけって話だよ。うん、いや、いいんだけど、ネタね。それ、本気で言ってないよ。うん、本気で言ってない、もちろん。うん、でも、辛い商売でしょ。芸人さん、そう。芸人さんってそういう話よく聞かれるじゃん。兄さん、いくら稼いでるんですかって。うるせえよ。本当に。でもね、配信者みんなそんな話よ。最近のトレンドの配信者は、いくら稼いでんの？前まではさ、今登録人数いくつとか、アクティブどれくらいあるのだったのに、みんな配信者、今いくら稼いでんのって。ふわっちがね、できてからね、みんな金の話しかしないから、もう閲覧とか興味ないのよ。閲覧とか、アクティブとかコメント数とかもうどうでもよくなってんの、配信者が。いくら稼いでんの？同業だから正直に言うんだけど。半分芸人。まあね、半分芸能人。うん。半分芸能人だわな。確かに。しょうがないよね。ふわっちだけで俺始めてからいくら稼いだんだろう。計算したことないな。ちょっと気にならない。ふわっちに来てもう8ヶ月ぐらい経ったけど、トータルいくら稼いだんだろうね。ちょっとなんか気になるね。和道くんとか言われたりしてるの。俺よく言われるよ。コメントでも言われるよ。うん、いくら稼いでんのってすげえ言われる。ちょっと計算していいっすか？ 8 ヶ月でいくら稼いだか。仲間と法人は作るよ。旅が終わったら。ある程度、もうちょい大手になったら、会社作るよ。よいしあの利益じゃなくていくら稼いだのかちょっと見てみるね。トータルいくら稼いだのか。いくらぐらいいってると思う。みんな予想書いて、予想。ふわっちに来て8ヶ月でいくら稼いだのか。
予想の金額。ふわっちだけの収入ね。ふわっちだけの収入。155万、いい線つくね。いい線つくね。電卓だぞ。電卓。電卓ってないのかな。Google で電卓になるか。Google でやろう。220万、130万。ちょっと待ってね。あれ？あ、ふわっちってこんだけしか出ないんだ。半年間の記録しか出ねえの？ 7 ヶ月間の記録しか出てない。ちょっと待って。え？嘘？うわ、え、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7。え、ちょっと待ってよ、待ってよ。7ヶ月間の記録以外消えたんだけど。え、やば。どうしよう。え、キャプっとこう。え、どうすればいいんだ、これ。え、消えてるんだけど。え、どうすればいいんだろう、これ。え、どうしよう。え、メモってないんだけど、俺。え、俺何月からやってる？過去のデータが消えてる。え、記録残ってないの？やば！どうしよう。花火だけじゃない、トータルアイテム数ね。あと、リスワンとかもあるから。え、どうしよう。消えてるんだけど。やば。え、どうしよう。もうわかんねえわ。振り込み口座でチェックだろうね。交換履歴。あー、マジかよ。残ってねえ。え、ていうか、これまずいっしょ。全部記録残せよ、ふわっち。え、どうすんのこれ。半年分しか残ってない。やばいんだけど。やば、どうしよう。銀行で通帳の履歴調べてもらうわ。とりあえずじゃあ1、2、3、4、5、6、7、7ヶ月分、7ヶ月分でいくらか調べるわ。7ヶ月分ね。7ヶ月分、7ヶ月分でやるわ。7ヶ月でいくらか書いて。じゃあみんな7ヶ月でいくら稼いだか予想書いてください。7ヶ月の予想。7ヶ月の予想お願いします。7ヶ月でいくら稼いだのかね。7ヶ月。半年でポイントを消滅するよ、ふわっちは。近い人がいません。はい。一番近いのは誰だろう。ヤバゾウが一番近いかな。こんな感じだな。こんな感じだね、うん。あ、だからあれだ、ソソが一番近いね。ソソが一番近かったね。まあアルバイターよりは稼げてるぐらいだな、正直。サラリーマンとは程遠いね。サラリーマンとは程遠いですね。下半期250万だね、目標ね、うん。まあ年収500万超えるようになってきたから生活だいぶ変わるだろうな。
300万ぐらい支払われてる。そうだね。もちろんもちろん、領収書取ってますよ。そうそうそう。だからまあ、普通のバイトやってるよりまあいいんじゃんみたいな、好きなことやってるからぐらいだね。まだ夢のある仕事って感じじゃないね。まだうおすげえって感じじゃなくて、おおんって感じだよね。おおおおんみたいな、わおおんみたいな、まあいいんじゃねえみたいな。微妙だよね。果てしなく微妙。これからだね。タイムカードを押すだけの仕事よりが100倍自営業はむずいから、一般勤め比較できんような。うん、でもさ、一般の勤めてる人の方が多いし、あの自営業は俺も同意見なんだけど、一般の人の感覚からするとさ、やっぱ自分の収入と比べるじゃん。ふわっち以外の収入は YouTube とステッカー販売かな、あと T シャツ販売、ウェブで自動で T シャツ売れてるから、そういうのはあるね。そういうチャリンチャリン系があります。なんかびっくりするよね、たまに履歴見ると、お売れてるみたいな、ラッキーみたいな、 T シャツ売れてるみたいな。ウェブ上で販売してるから自動で勝手になんか数字が増えてんのよ、たまにログインすると。そういう楽しみあるよ、たまになんか1ヶ月に1回ぐらいログインすると、お売れてんじゃんみたいな。ありがとう豚かやさん、花火ありがとう。俺は YouTube の広告費もうちょっと上げていきたいなと思ってんだよね、今。これは15日16 18、うん、ありがとう。でもね、配信で稼げるっていうのが、もう、俺は嬉しくてしょうがないよ。だって配信で食ってくっていうのが不可能だって言われてたんだもん。それがさ、今、ふわっちで稼いでるやつなんか5万といるわけじゃん。きなこさんおはよう。そう考えると夢あるよな。これからまだまだ伸びてく産業だから、まだ始まったばかりじゃん、配信で稼げるって。これからどんどん増えていくと思うよ。俺もふわっちやろうかなって。俺もどこどこやろうかなって増えていくよ。サラリーマンじゃない、生活保護。うん、ふわっちが配信会の流れを大きく変えたもんね。ロビさんおはよう。ふわっちはすごいよ。趣味から配信者を仕事をさせるようになっちゃったんだもん。その代わりなんか責任感っていうかさ、しっかりやらなきゃ感も出てきたしね。ふわっち自体トータルですごい稼いでるだろうね。このシステム作った人はもう大儲けでしょ。だってふわっちさ、もう一個やってるじゃん。ドキドキライブもふわっちでしょ、運営。確か座ったっけ、ドキドキなんとか。アフリカ TV のパクリ、俺はね、アフリカ TV よりもキャスのサイト設計のパクリをしてる気がする。YouTube の収入だけで物を買う企画好きだった。あれ面白かったよね。あれすごい面白かった。睡眠時間は12時間ぐらいかな、1日。12時間から15時間ぐらい寝てるかな。
かわいそうっす、久々に見たな。アフリカ TV ってまだやってるの？ あるの？なんかヨッサンしかいないイメージがあったね。エセアカもやってたか、アフリカ。パフェプレゼントありがとう。ロビさん、パフェプレゼントありがとう。ないな、後で買いに行こう、100均に。おはよう、ボンちゃん。アフリカ TV はなんでふわっちに負けたんだろう。先行者のサイトデザインが良くなかったのかな。アプリ要はスマホ勢に対応してなかったからなのかな。やっぱ今はスマホの時代だよね。スマホのアプリがやりやすいサイトがすごい伸びるっていう感じがするよね。アフリカって名前良くないよね。あと韓国のサイトだったっていう風評被害みたいなの出てたじゃん、後半。なんか日本人のインターネット民って保守派が多いからね、アフリカ TV 受けが悪かったのかも。俺ネットって左翼に向いてるツールな気がするんだけど、なんでネット右翼っていうのが存在したんだろうね。なんかインターネットが右傾化してるのがよくわかんないんだよね。なんか左翼が活動しそうな、左翼っぽくない？なんか初見さんいらっしゃい、お肉さんコメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。ね、でもなんか右翼がやたら使ってるイメージがある。右翼の方がネットリテラシー高いってどういうことだよね。ネト右翼、ネトサヨって聞かないもんね、あんまり。最近モテるんすよ。そうなんですよ。どれくらいかな。モテるんですよ。あの捨て頃終わってからね、お付き合いしたいっていう風に好きだって言われたの4回ぐらい言われました。4人ぐらいから言われましたね。まあ、あの普通にあと女性とのコラボが増えたよね。それは別に好きとか嫌いとかじゃなくて。コメント何とかしましたが、青色信号に関しては誤解しましたが、年末考えようっていう感じですね。あと、餅は餅屋でも、あの、金払って解決しようっていう、そんな感じになりました。バカには無理だったっていうね。要はもう項目とかもう、要はとりあえず全部領収書を集めておく。あとは、あの、プロに任せる。それが一番早いっていう。いや、愛子は別に告白されてないよ。入ってない。納棺。愛子には告白されてないから、これ。
コラボはしたけどね、うん、モテキが、モテキっつってもまあ別にね、ネタでしょ多分。でもなんかすごいね、負けたのにね、すごいよくしてくれるよみんな。ワド頑張ったよ、かっこよかったよって、一生懸命やってて、ってすごいなんか叩かれることが全然なかった、それは意外だったかな正直。文房具どこだ。おはようみーちゃん、ワトちゃんズ。自分も毎年青色をしてるものですが、いろいろな書類をすべて税理士に丸投げ。やっぱそれが一番いいよね。やっぱそれが一番いいよね。もう時間がもったいない。やっぱそういう結論になったんですよ。今、その、お肉さんがおっしゃってる通りで。だったら時間を金で買って、ガンガン稼いだ方が早いっていう。そういう結論になるんだよね。あと、めんどくさい。ストレスが嫌だから自営業やってる人多いから。やっぱ、そういうストレスのかかることを、まあ、全部ぶん投げた方がいいって結論になりますよね。みんな意見同じだわ。いやーもう今日これくらいにしよう。めんどくさい。本当にめんどくせえ。書類整理。めんどくせえめんどくせえ。アッキーおはよう。アイテムありがとう。時間イコール多分そうだと思う。もう配信やればやるほど稼げるから、俺の場合は配信時間が極端に長い方が、そのチャンスが増えるって言い方した方がいいかな。そのなんか有利っていうのかな、そんな感じはしますね。確かに。だから時間がある分だけ配信分回してた方がいい。だってもう正直な話言うと、もうカメラマンまではいらないかもしれないけど、ずーっと配信してたいもん。私生活垂れ流して雑談だけやってる人生でもずーっとそれで稼ぐみたいなさ、タイムイズマネーって本当だよ。タイムていうか時間よりも重たいよね多分、概念としては。だってお金は買えないじゃん。あ、お金じゃない、時間はお金で買えないもん。本当にそう思う。価値が高い時間の方が。だって言ってももう30過ぎてるわけだから、残りあと何年 ?40 年ぐらいでしょ。結構長えな70まで生きるとしても40年あんのか、長えな人生、長えな。だからその中で何を残すかだからね。でもふわっち来たのほんと何だったんだろう。奇跡的なタイミングだったよな。大手が全然いなくて、まだリスナーさんがこうニコ生から流れてて、リスナーさんの数がすごい多かったので、配信者がほんと20人とかしかいなくて、で、あ、ワド来たワド来たっつって、ウェルカムウェルカムっつってみんなフォローしてくれてさ、いい時期に来たよね。今始めてたらもう俺かそってたと思うもん。あ、和道も来たんだぐらいですか。あの時和道来てくれた、嬉しいみたいな空気感あったもん。あ、たまに潜ってありがとうございます。もう残されてる部分もあると思います。これからもご活躍期待してます。残されてる部分
ありがとう。いやバブルだったよ本当に。始めたタイミングはすっげえ良かった。ちょうどいい時に始めたなとか思って。だってさ、ニコ生だとその中堅扱いで、俺実際中堅だと思ってるけど、ふわっちに来ると大手さんだって言ってくれんだよ。俺のこと大手じゃねえよみたいな。ゆるすぎだろこのサイトと。でもね、着々とフォロワーさんもね、ありがたいことに増えていったし、 YouTube のチャンネル登録もだいぶ増えたんだよ、ふわっちのおかげで。だからもうすぐ目標のね、チャンネル登録数になるから、そしたらまた面白いことやっていきたいなと思ってんだよね、いろんな展開ができるから楽しみだよ。もうすぐチャンネル登録 YouTube 1000人いくか、いいペースだな、おはよう、バタフライテール。いつもありがとう。おはよう。でもその昔から、子供の頃からさ、すげえ考えてて、やりたいことを仕事にするのが俺一番いい気がすんの。それ自分のためにもいいってだけじゃなくて、社会のためにも実はいいんじゃないかなと思ってて、稼げなくてもいいから、やりたいことを仕事にする時代が来たなって本当思った。ふわっちをやっててもそうだし、いろんな授業とかもやったけどさ、いやいややっててもさ、ダメなんだよ仕事って。それよりも楽しくてさ、スキル磨いて、こう社会、その方が社会の役に立つ気がする俺は。だから配信業を選んで本当良かったよ、4年前に。これで食ってこうって、これで頑張ろうって、あの時の判断は間違いじゃなかったよ。だいぶ何回か心折れそうになったけどね。もう無理だろこれみたいな。むちゃくちゃだわっつって。今はかなり選択肢の増えた時代、配信業も将来が安定すること。安定はしないんじゃない、やっぱ人気商売だからさ。実力、超実力社会で人気商売だから、安定は望める職業ではないと思うんだけど、もちろん安定する人は安定するとは思うんだけどね。だけどなんか一発逆転で本当億万長者みたいなやつが出てくるんじゃないかなと思ってる。ジョリさんいらっしゃい。
でも 99% がタイムカードを押して上司の顔色を伺う仕事をする日本人。いいんじゃない？でもそれが楽なん、俺、楽だと思うよ。なんかさ、正直自分の生き方を自分で決めるのって多分ね、怖いんだよ。普通の人って。だって責任取るの自分じゃん。俺は楽なんだけど、その方が。いいことも悪いことも自己責任ってやった方が楽なんだけど、普通の感覚の人はさ、会社が責任取ってくれるし、上司が責任取ってくれるわけじゃん、自分のミスを。お、水木おはよう。だから、なんか気質にあって、そっちの方が楽だったら、そっちの方を選べばいいだけだから。でもなんか、こう、さっきもさ、お肉さんが言ってたけど、選択肢がかなり増えたって言ってるけど、ほぼ無限になってると思うんだよ、俺。何でもできるっていうか。お肉さん、個人的な感想ですが、時代の流れに乗ったと思うんです。ニコ生時代は配信見てる人なんて少なかった。確かに。テレビもつまらなくなり、スマホで簡単に配信見てる。ツイキャスの凄さはね、スマホに特化したところはすごいと思った。ニコ生がね、ツイキャスに負けたのって、やっぱりその分かりづらさがなかったんだよね。ワンクリックで配信が見れて、こうタップして好きな配信見れるってやりやすいし、で、携帯のスマホポチって押したら配信始められるっていう強さ。ツイキャスが伸びるのは普及台数だよね。簡単に言うと。マーケットのデカさに目つけてたっていうのはでかいと思って。で、ふわっちが変えたのはやっぱ課金できる。そのツイキャスをベースにしたサイト作りをして、で、単純にお金を稼げるっていうのはでかいと思って。たけさんおはようございます。ふわっちの仕組み詳しく知りませんが、リスナーさんから収益以外に広告収入や新規ふわっち赤登録を増やした収入になるとかあると跳ね上がるかもね。いや、俺今のまましか無理だと思うよ。跳ね上がるっていうか、それをきっかけにふわっちやる人が増えるとは思わない。なんだろう。多分今の現状維持だと思うよ、ふわっちは。あとはシステム改良の方が問題かもしれない。サーバーの問題であったりとか。ジョリさん、趣味を仕事にしちゃダメ。嫌になるから。趣味を仕事にする？趣味を仕事にする？趣味は仕事じゃないよね、やっぱりね。趣味は仕事じゃないよね。趣味はお金をかけることだからね。むしろマイナスでしょ。金銭的に言ったら。ちょっと、無垢読みなんだけど、無垢読み。ドレさんにブロックされた。ああ、そう。なんでドレさんにブロックされたの？立て続いたの。おはようございます、すずさん。おはよう。すずちゃん、おはよう。仕事行ってらっしゃい。俺も頑張るよ。バタフライテールも頑張って。アンチ怒ってる時に19歳とやりたいってずっと打ってたらブロックされた。連投はね、ブロック対象ですよ。どこでもそう。連投はブロック対象。なんでかっていうと、他の人のコメントが読めなくなっちゃうから、それはしょうがないよね。ドレさんに DM ですいませんでしたって送ったら多分解除してくれると思うよ。連投ブロックは、まあ、昔から誰でもそうだよ。リントさん、おはようございます。リントさん、おはよう。やっぱり、自分が嫌だっていうのもそうだけど、周りの、ね、まあ、600人ぐらい見てるわけでしょ？ドルさんの放送。600人を楽しませないといけないわけだから、難しいよ。
自分一人がね楽しいっていうオナニーみたいなのされたらさ、周りの人に邪魔になるから。例えばさ、捨て頃の会場で一人で騒いでるやつとかいたりとかさ、マナー守らない人がいたら追い出されるじゃん。だそれと一緒だよ。イベントっつうか、まあ、あくまで、その、ドレさんの場所だから、あそこは。うん、ドレさんの場だからね。ルールを決めるのはドレさんだよ。ブロックはだって配信者が持ってる唯一の、最終手段だけど唯一の権利だから。うん、ちょっと灰皿捨ててくる。ああ、いい。青色申告の話はもう終わった。大丈夫。おはようございます、みなつさん。部屋汚い。ビュンビュンいらっしゃい。うん。すず、仕事行ってらっしゃい。また来てね。うん。みんなおはよう。おはようございます。青色申告のことでいろいろ聞こうと思ったんだけど、結局やっぱ税理士さんとかお願いした方がいいなっていう話になって。鶴さんおはようございます。おはよう。今日は天気良さそうだね。あーいい天気だ。あーいい天気。最近ね夜は涼しいし過ごしやすいよね。おはよう、ひにやねさん、おはようございます。よろしくお願いします。そうだね、税理士さんに任せた方が楽っすね。結論そうだった。みんな満場一致でもう時間ないから税理士さんにお願いした方がいいよっつって、レシートだけ取っとけよって話になった。税理士さん、そうそう、なったなった。 GK の言う通り、本当に。でも俺もそう思ったけど、今さすがに稼いでる額的に言うと月1万5千円とかかけるのはあんま得策じゃないような気もして、もうちょい稼いだらねパッと、あーめんどくせえ払っちゃうかって言えるけど、かなり苦戦。何が、何の話、何が苦戦したの、うん、何も苦戦してないよ。税金は別に払いたくないとは思わないかな、俺は。
払うもんでしょ。税金を払いたくないとは思ってないけど、システムはおかしいなとか思った、ね、経費で年間50万使っても戻ってきたのが3万くらい。でも利益がそんなないもん俺、あのホテルとか泊まってることが多いし、交通費もすげえいっぱいお金かかるから、利益率で言ったら全然ないもんね。まだやっと食っていけるようになって。おはよう、おはさん、おはようございます、よろしくお願いします。喉乾いたな。なんかジュースかなんか飲もうかな。嘘、ご飯を経費にする技。いや、放送で、企画で、あの、飯コーナー作ればいいんじゃないっていう話になった。交通費、領収書もらうよ、必ず。うん。でもさ、その利益が上がらない、どういう仕組みなんだろうね、これ。うん。経費が全部戻ってくる。そんなわけないでしょ。そしたら経費使い放題じゃん。違う、経費は戻ってくるわけじゃないよ。だから経費に関しては税金かかんないよってことよ。うん、すげえ発想だな、チャオズ。だったらみんな車とか資産とか買いまくるじゃん。戻ってこないよ。それって国の金でタダで何でも買っていいってことになるじゃん。生活保護以上でしょ、そんな。働かなくていいじゃん、そんな。どういうことよ。そんなわけないでしょ。うん。ジェダイさん、現金支援したらスパーリングとかできたりします？ん？俺ジェダイじゃないよ。スーパーマストさん。俺ジェダイじゃないからジェダイに聞いて。うん。利益が上がらなくても金融機関への信頼が違う。国、申請したら。俺とスパーリングがしたいんですか？まさとさんが俺とスパーリングしたいの？俺まさ、いや、スパーリングなんで俺としたいの？俺、なんで俺を選んだの？いや、スパーリングは嫌かな。ちなみにいくらですか？いくらですか？うん、現金支援いくらですか？うん、それだとタダで買えることになるもんね。減税対策。減税対策っていうか、まあだから、うん、どうなんだろうね。まあでも消費税払ってるからね。俺とのスパーリング企画で現金支援するっていうファイトマネーいくらかによるよな。うん、もう正直足痛いしさ、割に合ってないもん。痛い思いすんの嫌だよ、もう。辛いよ。なんで俺なんだろうな。強い人いっぱいいるのにね。値段次第かな。多分、でもみんなが思ってるより高い値段。僕がしたいわけではありません。捨て頃で一番強そうなのが和道さんだって思ったので。マジで？俺一番弱いよ、捨て頃で。逆にいくら欲しいですか？素直にお答えしてくれたら嬉しいです。相手がどんな人かによります。相手がどんな人かによります。あと、ルール。3分3ラウンドのあの、キックボクシングルールなのか、例えばその、捨て頃のマッチメイクなのか、その
なんつうの、自主企画でやるのかっていう。いや、だ、誰かによる、閲覧もかなりある人間かどうかじゃなくて、その、閲覧も大事なんだけど、俺としては戦うわけじゃないですか、その人と。直接。だから、その、体重とか身長とかがわかんないと、あの、やるかやらないか、ね、明らかのさ、だって、どれの深夜食堂さんとかだったら、絶対体壊すのわかってるから。マサさん、マサだよさんいらっしゃい。にぎ娘いらっしゃい。病院内も経費です。はい。だから、もう本当に相手によるとしか言えないから、その、閲覧があるとかじゃなくて、誰なのかによる。本当に。うん。それは多分みんなそうだと思うよ。うん。労働に対して報酬が報われてないよね。ファイトマネーもそうだよ。まあそうだよね。うん。裏申告教えてくれる？そうなの。法テラスで、うん。今度行ってみようかな。相談してみようかな。法テラス。閲覧どれくらいなんだろう。だから誰、ねえ。まあ、逆にさ、だから相手によってはさ、いや、そんなの格安でいいよって、こっちの方が売名になるからっていう人もいれば、ねえ、いや、これだったらやりたくないなっていう人もいるじゃん。お断りしますっていうさ。ひささんおはよう。ひささんあれだね、ゲルゲさんと同じ、あのサムネ。荒野くんなら勝てる。荒野だったら10万でいいよ、俺。荒野とスパーリング配信だったら10万で受けるよ。荒野だったら全然余裕でいいよ。10万で余裕で受ける。むしろちょろいっしょ。うん、全然ちょろいっしょ。10万でいいよ。荒野だったら。私は身長166センチ、体重67キロ、体脂肪率 10%。あ、いい体、以下です。いくらなら、格闘技経験がどれくらいかな、竹さん。で、リスナーさんでしょ ?60、身長160、60何キロ、体脂肪率 10% 以下。50万ぐらいかな。50万ぐらいかな、竹さんだったら。3分3ラウンドルール50万。うん、だって、大怪我する可能性あるもん。タケさんのスペックだったら俺は50万ぐらいお願いする。っていうか、なんで俺とやりたがるんだ。ああ、なるほど。ちなみにその対戦させたい配信者の閲覧は、最近同時閲覧平均600はいます。ね、同時閲覧って、あんまり意味ないんですよ。なんでかっていうと、売名をしてる時だったら、誰でもその、600とか普通に行くんすよ。だから、その人がキャリアがどれくらい、名前を聞かないと分かんないよね。キャリアがどれくらいあって、フォロワーがどれくらいいて、で、実力がどれくらいあるのか。だから閲覧じゃ測れないんですよ、それって。だから名前を聞かないことには何とも分かんないです。うん、ツイキャスだったら600ぐらいの人だったら5万といるし、ふわっちでまあ600だったらすごいかもしれないけど。いや、高いって言うけど、50万でも嫌ですよ。知らない人とスパーリングすんの。だってさ、身長166センチで67キロ、体脂肪率 10% 以下って結構いい体してるよ。で、俺、素人なんだよ。で、大怪我する可能性あるし、嫌っすよ。うん。ありがとう、マスデオさん。うん、ありがとう。嫌でしょ。命削ってやったわけだから。で、捨て頃は一応その雑誌にも載るし、もう閲覧が見込めたわけじゃん。その自分の売名ができるっていうかさ、もうファンが増えるのが確定されてるわけですよ。活躍したら。うん。普通は50キロぐらい。66センチだったら60キロ台だろうね、多分。ゲルゲさんってどれくらい前からこのサムネですか？わー、わかんないけど、ゲルゲさんがそのサムネのイメージ。名前は最近売れ出した子。和道さんキャスから見てましたが、やっぱりトーク力抜群ですね。そんでしょ。あ、いえいえいえ。ありがとうございます。最近売れ出した子か。まあ、名前がわかんないけど、ギャラ。スパーリングですよね。3分3ラウンド、ムエタイルールで、ちゃんとレフェリーとか
用意してくれて配信回してやるとしたら、配信者か、やっぱ50万くらい、やっぱ50万くらいですかね。3分3ラウンドで50万くらいがいいです、僕は。それだったらまあやってもいいかなって。で、60万出すとか70万出すって言ったら結構ノリノリでやります。喧嘩凸とか俺全然してないよ。ありがとうございます、スーパーモス。70万だったらちょっとやりたいと思うかも。50万はいやいややるかもしれない。なんでかっていうと、怪我する可能性があるから。50万ぐらいですかね。あの、ギリギリ。出てよかったのかな、出て悪かったのかなっていうラインが。それくらいですね。やっぱりその出るメリットがないじゃん。その自分が。捨て頃に関しては出るメリットがあったけど、その俺が殴られてメリットないもんだって。あ、クモン竜さん、クモン竜くん、あのイケメンの子でしょ、ここにタトゥーが入ってる、だったら5、60万欲しいっすね、スパーリング。だって彼の方が絶対強いもん彼の方が絶対強いでしょ、喧嘩慣れもしてるし、5、60万かな、今日優しい顔してる、シュークリームいらっしゃい、でもまあ普通そうだと思うよ、あのどの人に、例えばどれさんにお願いしても50万ぐらいかなって言うと思うし、あのヒカルくんだって50万用意するんだったら出るよって多分同じぐらいの金額言うと思うよ、多分それが妥当な金額だと思うけど。なんだよ、マッチメイクをしようとしてんの、スーパーマッソさん、だってさ、配信2ヶ月できなくなったらさ、入院したらさ、それくらいかかるんだよ、やっぱ。50万とか60万とか。まあ、2ヶ月あればさ、大抵の怪我治るかもしんないけど、それで医療費もかかるわけでしょ。そのリスクを背負うってなったら、やっぱり、それくらいの覚悟は必要じゃん、どう考えても。みんなそうだと思うよ。それくらい命削ってやってるわけだからさ。っていうかあれだよ、ですよね、大手さんとリアとスパすることは難しいってことを知りました、ありがとうございました。あ、待って待って、スーパーマストくんさ、あの捨て頃のさ予選に出ればいいじゃん。それだったらお金かかんないよ。捨て頃の12月の予選に出るっていう選択肢はないの。ねえ。スパーって本気で殴るの？スパーリングは本気で殴るでしょ？多分試合をさせたいんだと思うよ、俺と。だってさ、2万円やるから誰かと殴り合いしろって言ってやる？みんな。やらないでしょ？2万円とか3万円あげるから、あいつと本気でぶん殴り合えって言ってやる？みんなやらないでしょ？やる人いる？ 3 万円とか2万円渡すから、誰だかわかんないやつと今から殴り合え。で、放送回すからって。やらないでしょ？じゃあみんなだったらいくらでやるって言ったら50万って言わない？言うでしょ？ 50 万だったらちょっと考えるな、みたいな。で、100万でもやらないでしょ？でしょ？だから俺それを言われてる感じなのよ。だからこれ大手とか関係なくて、そういうもんだと思うよ。多分。みんなと同じ感覚だと思うよ。2、3万じゃ絶対無理だよね。だから荒野とかだったら明らかに勝てるから10万円でいいよっていうの、そういうことなのよ。10万でやるんだ。前、ベンジョさんがクモンリュウくんの枠に切れて、来年まで閲覧を2、300キープできたら捨て頃参加。あ、まあそういう基準だと思うよ。多分。そういうもんです。2、300ふわっちでキープできるんだったら捨て頃をメインの方でできると思う。要は、予選に出なくていいと思うよ。そういうもんだと思うよ。
便所さんの判断間違ってない。だって集客力あるもん。2、300のうちにチケットを10枚ぐらい買う人いるから。10万でやるんだ、ゴンゾー。マジか。俺は10万じゃ絶対嫌だ。荒野だったら10万でいい。絶対負けないから。まあ2、300平均でふわっとやってたら、キャスで言うところの500人ぐらい安定ぐらいの力あるわけだから、余裕だろうね。メンゾさんの判断は正しいと思う。そういうこと言わないの、ヒョモさん。そういうこと言わないの。粘土さんキャスがメインだから、キャスだと600とかいくでしょ。ああ、そうなんだ。ああ、押してるんだ、クモンリュウくんを。セゴロ出させてあげたいんです。クモンリュウくんのおかげで僕も長少し売れた。あ、そうなんだ。まあだけどね、あんまり変な売名すると逆効果になるから、普通に力のある配信者だったら1年で普通に閲覧2、300キープできるはずだから、変な売名しない方がいいと思うよ。あの、普通にやっていくのが一番いいと思う。コラボをして仲間を増やして、友達増やして。なんでかっていうと、あの、配信者の世界ってすごい狭い世界なんだよ。あの、意外と有名配信者って100人もいないんだよ。トップ50人ぐらいなのね。で、そのトップ50人と仲良くならないと、今度ブッキング NG とか出てくるの。例えば捨て頃でもさ、誰々がいるから誰々来れないとかあったでしょ。いっぱい聞いてるでしょ。そうなっちゃうと、今度クモンリュウくんに悪い噂が出ると、この人がいるんだったら俺出ないっていう大手さんがいなくなると、今度便所さんがブッキングしづらくなるのよ。いくら強くても。だから普通に仲間を増やしていった方がいいと思うよ。クモンリュウくんは。あの、友達っていうかさ、配信仲間。うん、と、俺は思う。その方が、あの、リスナーさん増えると思うよ。うん、で、ちなみに言っとくけど、あの、マストくん。あの、俺は、あの、捨て頃で一番弱いの俺だから。あの、捨て頃で強そうっていうのは無理があるよ。負けてるんだから。テルチャンピンの方が強いでしょ。うん。他の人に聞いてみなよ。多分同じ答え出てくるから。あの、どれさんでも50万とか言うと思うよ。テルでも。他の、ナーボーなんてもっと高い、100万よこせって言うよ。絶対。うん。多分同じような答えが出てくるよ。うさぎ番長いらっしゃい。いや、俺負けてるよ、マサさん。試合見たでしょ。うん、最寄りの税務署へ電話してね。あ、やっぱりそういう結論だよね。ブラックバードさん、初見さんありがとう、コメント。もしよかったらフォローしてね。うん、あ、失礼。そうだよ、俺テルに負けてるんだよ。判定負けしてるから。うん。でもなんか腕も太いしさ、クモンリュウくん。腕も太いし、気合入ってるんでしょ、あの子。ちゃんと、あれじゃん、キックボクシング通ったら面白そうだと思うよ。頑張ったは頑張ったけど、結果は残せなかったよね。頑張ったのは一生懸命やったんだよ。マドウさんの言うことは説得力があって聞きやすい。ありがとうございます。ナーボーは大嫌いなんで言わない。あ、そうなんだ。ナーボー嫌いなんだ。うん。うん。でもね、その、なんか、こう、配信者を2、3万とか10万以下でなんか企画させようっていうのは、ちょっとね、あの、ネームバリューがあるとやるよ。例えば、石川紀之さんとスパーリングやるっつったら、ただでやりたい人いっぱいいるでしょ。だけど、石川紀之さんにギャラいくら払わないといけないかっつったら、多分100万ぐらい、100万じゃ聞かない。多分300万ぐらい用意しないとダメなんだよ。そう。柴田クラスでだいたい40万なの。40万、50万かかるの。だからね、結構難しいよ。この世界結構シビアよ。うん、40、50万積んだら柴田は誰とでもやってくれるっしょ。誰とでもってわけじゃないか。
勝ち負けなんてどうでもいいさ。いや、男だからこだわるよ、勝ち負けは。やっぱり負けたら悔しかったよ、うん、悔しかったね、うん、だから練習に来ればいいんじゃん。辰彦が練習とかやってるから、練習だったらスパーリング無料でできるから、練習会に来ればいいんじゃないの。辰彦に連絡して、辰彦1ヶ月に1回やるって言ってたけど、まあ辰彦が NG 出たらダメだけど、うん、いや大手じゃないよ俺は全然、うん、ありがとう、嬉しいよ。お、スーパーマスト君ありがとう、フォロー、うん、水上課税対策で機材没収されます。水上課税対象、何の話だろう、水上課税対象、水上課税対象がよくわかんないな。和道さんの配信みたいなの仕事だから、うん、待ってるよ、つや帰ってきたら見に来てね、うん、はいよー、マスト君ありがとね、頑張ってね。うん、とんでもない、また来てください、うん、未だに左足痛えもんなまだ治んねえ、もう10日経ってんだよ捨て頃で、うん、はい、ブラックバーズさんまたね、お疲れ、まだ痛え感、うん、いや、ドレさんのが聞いてた、ドレさんのが聞いてテルにとどめを刺されたんで俺は。ダブルパンチだよ、ダブルパンチ、記者さんお帰り、昨日ゲルゲサムネにするなと苦情来て、あーやっぱ言われてた、うん、偶然かぶっちゃったんだろうね、記者さんと偶然だろうね。でもあのサムネはやっぱね、ゲルゲさんってイメージがある、ずーっと昔からあのサムネだから、ゲルゲさん、いろんなところからあれってゲルゲさんのサブアカとか言われてたはずだよ、記者さん、うん、体メンテナンスはしてないね。初見さんいらっしゃい、あさみさん、もしよかったらフォローしてください、コメントありがとう、よろしく、うん、スーパーマサとドレさんに今度聞いてるよ。おう、ドレ、率直に聞くわ、お前スパーリングいくらでやってくれるって今度ドレさんに聞いてるよ、うん、笑うな、もう捨て頃に出たやつにさ、全員に聞くんじゃん、このままスパーリングやろうぜ、あさみさんフォローありがとう、うん、笑うよな、うん、これドルさんいくらって言うんだろうね、うん、俺は50万って言ったけど、ドルさんはいくらなんだろうね、うん、楽しみだよね、ドレさんは値段いくらになるかな、まあ、俺が放送中だからドレさんの声聞こえないからね、二窓してる人いたらいくらっていうか教えて、二窓してる人いる、ドレさんと和道の放送、二窓してる人いますか、この中に、
いないかな。いたら教えてね。ドルさんがいくらっていうか、やらないっていうかもしれないよね。俺より高い金額を出すかさ、低い金額を出すか楽しみだよ。どうなんだろう。安く見られたもんだよな、本当に。10万以下で受けると思ったんだろうね、多分松戸くんは。余裕だろうって、和道だったら10万もかかんねえだろうって思ったんだろうね。2ヶ月で50万ぐらい稼ぐからね、普通に。どんな展開になったんだろう。どんな展開になったんだろを狙われる立場になってるな。僕ナックンもドレさんとスパーリングやりたいって言ってるらしいね。みんなドレさんとスパーリングやりたがってる。すげえ荒れてるな、ドレさんの放送。バカばっかりだね、本当に。ドレさんの強さ知らないんだろうな、多分。ちょっと待って。ちょっと待って。僕、ナックンの放送を見よう。パンツが届かないと思うよ。
はい、いつはいらっしゃい。初見さんいらっしゃい、エリちゃん。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしてってね。お疲れ様です。おはよう、スカレット。今起きたの？スカレット、おはよう。今ね。
初見さんいらっしゃい、タイトル見て伺いました。自営で長く青色申告してますが、あ、ごめん、もうね、あの、結局ね、税理士さんに頼んだ方がいいっていう結論が出ちゃったんだ。ありがとうね、コムさん、ありがとう、申し訳ない。申し訳ないね、ただいま。よいしょ。トツかけようと思ったけどね、相手がトツできないって。電子タックスとか、うん。タイトル変えた方がいいかな。税理士の場合は控除額が少なくなる。へえ、あ、そうなんだ。自分でやった方がいいってこと。お、あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう、エリちゃん、ありがとうございます。え、で、クモンリュウくんの件はどうなったんだろうね。クモンリュウくん。あー、アイリさん、初見さんありがとう。ごめん。あのね、結局税理士さんに頼んだ方がいいんじゃないかっていう話になったって。ありがとうね。うん。クモンリュウくんの件はいくらになったんだろうね。うん。どんな感じなんだろうね。結局ドレさんは金払ってもやらないっていう感じなのかな。うん、まあやらないよな。なんかさ、その売名で俺らに喧嘩売りたい人はいっぱいいると思うんだよ、正直。それは気持ちわかるの、俺も。だけど俺らからするとさ、メリットが一つもないんだよね。その過疎の人をさ、和道を殴って倒したとか、ドレさん殴って倒したっていうとさ、売名ができるわけじゃん、正直。うん、ごめん、愛理ちゃん。でもせっかくの出会いなんで、もしよかったらフォローしてってください。コメントありがとうね。和道さん、相手にしない方がいいよ。私もいきなりフォロー来たけど、ランキング上位者をディスって、テルトツ町みんなスルーしてる。あ、そうなんだ。うん、ありがとうね、ちえちゃん。いってらっしゃい。頑張ってね、仕事。練習してから来い。まあ、あの人はだって格闘家だからね。愛理さん、フォローありがとう。青色インコ申告は確か、年額非課税で控除される額が倍近く違いますよ。マジか。うん、ちょっと俺がね、頭悪くて中卒だからね、あの、専門用語が全然わからなくて申し訳ない。うん、フォローありがとう。これからもよろしくお願いします、愛理さん。なんかさ、すげえ首が狙われる立場になったから、すげえそれは嫌なんだけど。スカーレット3号、アイテムありがとう。バガーもありがとう。だってさ、なんつうの、ドレさんは格闘家だからさ、いいかもしれないけどさ、俺らはさ、ド素人なわけですよ。ズブのド素人。うん。うん。そう、売名って意外と売名にならなくて敵を作るだけだったりするからね。いいコラボとかだとさ、ファンが増えるけどさ、俺だってぶん殴られてメリットないもん。弱いんだもん。弱いから練習してたのにさ、今でも足痛いんだぜ。殴られて何のメリットにもならないよ。やだよ。なんでみんな、だから俺が弱いからさ、みんな俺とやろうぜって言うんだろうね。強いやつに言ってよ、強いやつ。それこそ便所太郎さんとかめちゃめちゃ強いじゃんね。
パンツ効かないんだから、きついぜ本当に。いや弱いよ弱いよ、税理士はね1ヶ月だいたい1万5000円かかるって、税理士は1ヶ月1万5000円ぐらいだって、ありがとうございますね、すごい多くの人にね頑張ったなーって言ってもらえて、負けちゃったけど頑張ったなーって言われて、もっと叩かれると思ってたんだよ俺もっと叩かれると思ってた。ハルルンさん初コメありがとう、もしよかったらフォローしてねよろしくです。そうなんかヘタレとかさクズがとか言われたらと思ったら、いやーよかったよって、3分3ラウンドやりきったなーって、最後まで立ってて偉いよって言ってくれて優しいなーと思って、一生懸命やったけど、まあ猫パンチだったよね正直ね。練習の成果全然出てない。ただ打たれ強さはとか打たれ慣れてたっていうのは良かったかもしれないね、最後まで我慢することはできたっていう。だとてもじゃないけど攻撃は全然できなかったからね。攻撃を強くなれたらよかったんだけど、ああそうなんだ、ありがとうありがとうハルルン、これからもよろしく。おはようございますしげこさん、よろしくお願いします。ハルルンフォローありがとう。ちょっと一回休憩するわ。また30分後ぐらいに放送を再開します。じゃあ、皆さん一旦お疲れ様です。ありがとうございました。あ、お経の CD ごめんね。せっかく来てくれたのに。また後で枠開くわ。一旦休憩にします。じゃあ、皆さんまた後で会いましょう。フォローしてくれた人ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた後で。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。